夕暮れなモール中央通り、夕暮れなモール中央通り地図、夕暮れなモールは、沖縄県石垣市大川にある、日本最南端のアーケード商店街である。2010年3月に命名権が譲渡されるまでの、旧名は、綾波にモール。石垣市の中心部に位置し、南西側の中央通りと、北東側の銀座通りの並行する2本の通りから、なる。 総延長265メートルの商店街である。石垣市中央商店街振興組合が所有している。2本の通りそれぞれがアーケードで覆われ、通りには観光客向けの土産物店や地元の個人商店などが立ち並ぶ。中心部の2本の通りの間には石垣市公設市場がある。石垣市公設市場は1階が半地下になった3階建ての建物で1階には 鮮魚、肉、野菜などの市場が2階には石垣島の特産品を販売する石垣市特産品販売センターが3階には会議室、食堂、展示室、事務所がある。あやぱに、モールというかつての名称は1988年にアーケードを建設した際に公募で名付けられた。モールがある場所は代表的な八重山民謡の一つである和市具、 鳥節の発祥の地であり、あやぱにという名は、わしぬ、鳥節の歌詞の一節から取られている。あやぱには、漢字では、あやばと書き、あや模様の羽すなわち冠和紙の美しい羽を意味する。モール内には、わしぬ、鳥節、章の地の記念碑も設置されている。二0 1年二月に、アーケード建設時の借入金返済や、今後の維持管理記念室のため、 石垣市中央商店街振興組合が石垣島に微細ソウルイミドリムシの培養施設を持つ夕暮れなに本商店街の命名権を2年契約で譲渡したことが明らかになった。この命名権譲渡により2010年3月14日から本商店街の故障は夕暮れなモールとなっている。商店街の命名権譲渡は全国初。なお、組合員や市民からは 周知が不十分であったことや公募が行われなかったことに対して不満の声があると報じられた。ありがとうございます。